ウェルカムバック、お帰りなさい。マレーシア在住アルクパワースポット代表ライトワーカーともです。では今日も鳴らしていきます。おはようございます。グモニー、よろしくお願いします。では今日も外からリーディングをします。今日はいつものタロットカードとこのエンジェルさんの方からメッセージをもらっていきます。では最後までご覧ください。では今日のメッセージです。今日はめっちゃね、そう、今日はねめっちゃいい日ですよ。さっきあのお祈りした後になんとまた出ました、ハローを見たんです。そう、あと最後にそれをつけるのでよかったら最後までご覧ください。めっちゃねパワーがすごいの、本当に。しかも龍さんと法王様が一緒になってるからめっちゃ超激レアです。だからこの動画に出会えた方はめっちゃラッキーです。今日もよろしくお願いします。いつも応援してくださっている方本当にありがとうございます。とても感謝しています。登録してくださった方も本当にありがとうございます。感謝しております。ではちょっとあの賑やかで私の声が潰れてしまったら本当にごめんなさい。ちょっとね、私の声意外と消されるんです。これがちょっと出たから、これ今日はこちらです。こちらのカードが言っていることは、あなたの才能がちょっと待って、なんか笑ちょっと笑っててごめん、なんかこのちょっとごめんなさい、気分の取り直して。このカードが言っているのは、あなたの才能が認められるよって言っています。そう、開花してこうみんなに注目が集まっていくようになるというふうに言っています。ちょっとごめん、笑っちゃった、なんか子供がちゃう。じゃあ次、エンジェルさんからメッセージをもらっていきます。もう私本当にマレーシアにいるのがこれで皆さん分かったと思うので、めっちゃチャイニーズが聞こえるんでしょう。今日はお寺の前からお送りしております。なんかこのね波動をね一緒に届けたいって思ってやっております。ではメッセージで、あ、このさカードめっちゃ飛ぶのよ。じゃん、これです。このカードが言っているのは、本当になんかあなたの才能が天からも認められるっていう風に言われています。で、ね、ここには Ask you are angel って書いてあるんですけど、なんかもしね、もしかしたらなんかスピリチュアルな人が見てるかもしれないですけど、なんか結構ねスピリチュアルメッセージが強い。なんかさっきさあのリュウさんとかそういうお寺の話したからかもしれないんですけど、なんかね天のサポートもあるかもって言われてます。そう、あなたのその才能がなんかいろんな人に伝わるっていうことが言われています。なのでなんかこうビジネスとかやろうとしてるとかそういう人がいたら、あのぜひ見えない存在を信じて祈ってみてみてください。ちょっと噛んじゃった、ぐちゃぐちゃでごめんなさい。そう、こんな感じで今日はあなたにとってとってもとっても素晴らしい日になりますので、自分の力を信じて楽しくお過ごしください。では最後まで見ていただいてありがとうございます。このメッセージが良かったらいいねと高評価、いいねと高評価一緒だ、高評価お願いします。そしてチャンネル登録がまだの方はぜひ登録もお願いします。ではいってらっしゃい、 Have a nice day。ハロが出ております。このさ、リュウさんとのこれすごくないですか、このコラボ。